もう君は明日学校だもんね。じゃあそろそろ寝ようかな。ありがとう。うん、じゃあおやすみなさい。ああ、ごめん。起きてたんだね。ノックしたけど返事がなかったから。おはよう。今ご飯作ってる最中だから、着替えて顔洗ってきなよ。目覚めた？もうすぐできるから待っててね。気にしない気にしない。おいしいの作ってあげるから楽しみに待ってて。よかった。何も無理やり取らなくてもいいじゃないですか。大丈夫、全然気にしてないから。今世間で話題のケーキ屋、かわいいケーキ、おいしそうだね。あれ、
ちょっと普通のケーキよりは高いのかな。そうかな。というか雑誌に載るほどなんだ。ありがとう。おい、あれが食べたい。じゃあ作ればいい。おい、止め。無理ですから。おい、そんな面倒なことをしていられるか。やつが今日も店番をすると言っているが、どうするんだ。嘘は言わん。ま、あとはお互いに話し合うがいいさ。さあ、指輪に戻せ。ええ、いいですよ。すみません、また後で。どうしたの？気にしないで、そんなに大事な話じゃないし。それで、どうしたの？君が帰ってくるまでのんびり店番してるよ。うん、全く何にもないよ。そういえばルーエンさんって今日はうちにいるの？そっか。じゃあ心置きなくぼーっとしようかな。あれ？ねえ、まだ学校は大丈夫なの？いってらっしゃい。夜更かしでもしたの？でもあとは午後の授業だけだから頑張って。以上、号令。起立。
らまずいんじゃ。ちょっとひどいんじゃない？挨拶もなしなんて。そんな優しげな声でドア越し？君のために昼でもできる部活のメニューを持参してきたんだけど。君は優しいな。じゃあ行こうか。行ってらっしゃい。え？おもちゃだよ。君ってさ、あんまり物事考えずに口に出しちゃうでしょ。おもちゃを遊ぶ以外に使うことあるの？他に使い道があるならぜひ教えてもらいたいな。斬新な使い方とか。それともおもちゃを使わない遊びがいいの？僕誠実だから火遊びなんてできるかな。でも君がご所望とあらば。つまんないの。じゃあどれからやろうかな。けん玉？ベーゴマ？あるじゃない、目の前に。ピンポーン、大正解。もうどうして君はそう気が短いかな。じゃあ遊ぼうよ。どうしよっかな。なんでも。じゃあ君が欲しいと言ったら僕にくれるの？教える代わりに僕に君をくれる？できない約束はするもんじゃないよ。するべきじゃない。でも君の言い方だと拡大解釈した結果、僕が言った通りにも取れる。
この世にある感情は綺麗なものだけじゃないよ。本当に？ごめん。僕の口からは何も言えない。すべては君自身で気づいて、君自身で決断しないといけない。僕は君が望む場所を作っただけ、用意しただけに過ぎない。君が自力で探すしかないんだ。そう。だから僕には君の進むべき道を教えることはできない。本来ならしてはいけないことだから。とにかくここに来れば君の星道を自分で見ることができるんだ。星道っていうのは君の進むべき道のことだよ。星が君を導いてくれる。僕は嘘をついてないよ。君が信じられなければそれでいい。それも君次第だから。本当は指輪関連のことは綺麗さっぱりなかったことにしてほしいんだけどね。君が探している指輪、そして君が持っている指輪、忘れてほしいんだ。どうしたの？今僕から言えることはもう何もないよ。僕はまだ消えるわけにはいかないからね。それも今は教えられない。まあそういうことだから。部活は強要しないよ。君が来たい時に来ればいい。僕はいつでも君を待ってるから。さあ、今日はもう帰りなさい。じゃあね。あ、おかえり。どうしたの？家に入りなよ。え、なんとなく。あ、そうだ、品物売れたんだよ。ほら、こっちおいで。ほら、ここと、ここと、ここにあったのが売れました。うん、よくわかったね。どうして？
ん？何？唐突だね。どうしたの？急に。かれこれ2年になるかな。あれ3年だったかな。ううん、違うよ。あと年なら多分27歳。そうかな。年齢なんてあんまり関係ないと思うけど。そうだ、こっちも唐突で悪いんだけど、折り入って話があるんだ。君がよくはめてる金色の石がついた指輪、少しの間俺に貸してくれないかな。ホープダイヤモンドって知ってる？持ち主が次々と回収したっていういわくつきのブルーダイヤのことだよ。で、その指輪もそういう類のものらしいんだ。俺の仕事仲間にそういうのを好んで集める古物商の人がいるんだけどね。探してるって見せられた写真の中に君がはめてる指輪そっくりのやつがあったのを思い出してさ。変わってるよね。歴史、圧死、教師的な要素が多分に含まれる怪死って言ってた。まあブルーダイヤの方は呪われてるって話自体が作り物だったみたいだけど、確か。いや、似てる指輪を見たって話をしたら、その人がすごく興味を持っちゃってさ。ごめん、迷惑なら断ってくれていいから。ダメだよね。指輪関連のことは綺麗さっぱりなかったことにしてほしいんだけどね。君が探している指輪、そして君が持っている指輪、
忘れてほしいんだ。そっか、それもそうだよね。君が謝ることじゃないよ。無理を言ったのは俺なんだから。じゃあ用事があるから今日は帰るね。また明日。そうなんだ。うん、じゃあ明日明後日はお休みデーで。好きでやってるんだから気にしない気にしない。そういえば今日はあの子に会った？いや、このところよく来てたから少し気になっただけ。じゃあ、ちゃんと戸締まりはしてね。おやすみ。味がいつも以上にすごいことに。味覚自体がおかしい場合は味見ごときじゃこれを回避できないだろうな。それでお前さっき何か言おうとしてなかったか？まあそうだろうな。俺がお前の立場だったらさっさと捨てる。どうした？問題ない。味がないな。醤油。
今日も昨日に引き続きすごい味だな。問題ない。眠い。ま、そうとも言えるな。バカか。そんなもの食べるやつがいるか。俺もお前と同じ学校に行くからです。それに俺は声かけたぞ。気づいてないみたいだったけど。まあいいさ、この仕打ちは今日の祭りの準備の時にしっかり働いて返してもらうってことで。あ、なんだ、ずいぶんおとなしいな。おお、いい心がけだな。じゃあ次からはおじさんとおばさんが参加できないときはお前が参加な。あの、お話の最中で悪いんだけど、そろそろ急がないと遅刻しちゃうよ。おい、俺を置いてくなよ。